やって女の子がギャーってなって、はい、なんこういうふうになっていると短い時間でインパクトに。どうも皆さんこんばんは、サウンドショップ秋山店長のアキームです。キームって言っちゃったよ、ちょっと久しぶりで。秋山です、よろしくお願いします。2012年ぐらいですかね、僕お会いした当初ってもっとなんかすごい怖くて、スキンヘッドってもう肌もガチガチに焼いてるし、なんかサングラスで真っ黒の服で、キャッチーな曲でいい曲を歌ってるのに、感想とか開けたらなんかビビビってもう T シャツ破いて急やな。これまさにあれですね、あのさっきの一曲流した時の最後のサビに行く前とか、ね、バリッと T シャツはなんで破るの？アッシャーとかあのシスコってでそういう人たちとかがこう破るんですよ。みんなやってたんだ。破って女の子がギャーってなって、はいはい、なんか T シャツこう投げたら取り合わせもう一個理由があって、クラブで歌う時って時間がめっちゃ短いんですよ。まあ短い時間でインパクトを残さないと。であれですよね、その後ダンスが戻ってますよ、ね、あれはなんか習ったりとかしてる。あれは半年ぐらい通ってなんとか自分の曲だけはちゃんと振り付けできるっていうゴールだった。曲を覚えるのに2ヶ月ぐらいかかりました、ね、あれ簡単とあれ毎回破くのも大変ですよね。 T シャツを用意する、ね、あれはもう大変ですよ。あれなんか破けやすくしてるんですよ、ね、ちゃんとこう細工して細工して切り込みでちゃんとなんかそれ用の素材を選んで買わないと。で渋谷でライブするときに、はい、ブエノスっていう、ブエノスのちょうどアニバーサリーイベントが、はい、アニバーサリー月間のアニバーサリーイベントがあってて、はい、出してもらえたんですよ、はいはい、でやったと思って、で当日行ってやべ T シャツ買ってくるのがすればと思って、もうちょい100均で買おうと思って100均で買ったら変に化学繊維がすごい使われてるやつで本番の時にあの半分ぐらいしか破けなくて、うん、もうみんなにめっちゃ笑われて、そうだボロボロになっちゃった。繊維が破く時はね。じゃあどこのやつが破けやすいか参考に、ドン・キホーテの4枚で980円、うん、4枚980円だと思う。麺でできてる、あれは麺がいい、麺でできてる薄いやつがいいです。なるほど、ボロボロ的なやつが麺がいいね、これチェックしていただきたいと思うんですけど、どこで使うんですか、まあ、その情報をアルバムを2015年に、はい、本庄からリリースされるんですけど、プロフィールにも書いてあるんです、はい、イベントオーガナイズって簡単に言うと何なんですか。イベントの企画とか、あとキャスティングとか、それも全然違う。じゃあもうその主催者として、主催者として例えばどういうアーティストの中でやるとか、どういうところでイベントやってきたとか、その B3 っていうことで、はい、あとこっちの大名のお店で話すのがあったんですけど、まあ、主に東京でつながったアーティストさんとかを呼んで、シェネルの曲を作ってる B3 っていうアーティストさんとか、あと昔あのソニーのマクドナルドのオーディションでデビューしたアリスっていう、あとはなんかそういう、メジャーのレコード会社とか事務所のなんかちょっと若手の子とかをこの子出してくださいって言われた曲とかをちょっと。イベントもないですけども、そう主催して作っていくっていう感じのことですね。現在、小太郎くんは今その例えばこの、うん、コロナ禍ですけど、はい、どんな感じですか、イベントを出演とか。1月の緊急事態宣言出るちょっと前ぐらい、熊本でライブしたぐらい。あ、熊本方面のライブは結構最近入ってきてて、5月6月ら辺とかはライブは一応予定は入ってます、うん、なんか去年とかもコロナが流行りだした時とか飛んでしまったイベントとか、まあ、あります。結構飛んだりとか3回ぐらい延期になったイベントとかがありますよね。なんかリリースの予定とかってあったりしたんですか。僕のリリースの予定はなかったんですけど、プロダクションのリリースの予定とかがあって、それがちょっとなくなったりとか、ちょっと引き伸ばしになって延期したりとかはありました。今のスプラウトプロダクション、はい、今もボーカル講師とトップライナーとしてプロデュースをしているっていうことなんですけども、このスプラウトプロダクションって何なんですか。スプラウトプロダクションっていうのは、大牟田にもともとあったスプラウトダンススタジオ、はいはい、キッズダンサーがめっちゃいるスタジオがあるんですけど、まあ、そこの子供たちがそのダンスからその先のエンターテインメントのなんかいろんな方面にこう活躍できるように、ダンスをしたその先の道筋をちょっと自分たちで作ろうってなって、地元も一緒だったんで、そのプロダクションの社長とか一緒にちょっと立ち上げてやろうってなって、それからやってます。
結構もう YouTube とか楽曲に MV たくさん上がってますよね、なんかね。で、万とか回ってるやつが結構あるから。そうですね、やっとなんかもうちょっとずつこう再生回数が、うんうん、まだまだなんですけど、やっとこう万をこう越すようになってきてる、ね、なってきてるから。結構やっぱなんかすごいですよ、万超えるって簡単じゃないんで。ちょうどあれですよね、その MV とか撮られてる場所もロケーションもオムタで、もうほぼほぼほぼオムタで撮影されてるってことで、オムタってこんなとこなんだよっていうところまでも結構ね、こう町おこし的な感じにもなってる。地元に特化した、そんなね、なんかその地元の場所とかも映したミュージックビデオ一個だけちょっと見ていただきたいなと思うんで、ちょっと楽曲の曲紹介をしていただいてもいいですか。スプラウトプロダクションの、メンバーのみんなで、歌ってる曲です。スプラウトプロダクションでスタンドアップ、聴いてください。何度でも立ち上がれる、何度でもまた一から、何度でもまた一緒に、いろはにどれみに ABC、 何度でもまた笑顔で、何度でも会える日まで、何度でも歌い続ける、いろはにどれみに ABC。スタンドアップという楽曲を聴いていただいたんですけれども、 いいですよね、なんかもうこの夢目指して頑張ってる子供たちがこういう風に立ち上がれつって一生懸命こう楽曲歌ってる姿とか、うん、夢に向かってやってる姿とか、なんかそれをすごくプロデュースして応援して、でこう制作してってやってる活動というのなんか僕もすごいなんかこういや大歌でなってなんかもうすごい感慨深いとこありますよなんかその中でなんかそのプロデュースされたりとかっていう方をちょっと紹介していきたいなと思うんですけど、はい、モンキーバナナっていうダースグループ、ダースボーカルグループのエレナちゃん、ライン活動、楽曲やインビードリリースを重ね、自身の経験をもとに作られた楽曲、パパ、映画を話題となり、新聞各社も取り上げられる、幼いながらもドミニカ歌唱力が認められ、現在ソロ活動を行う。これは変更してですか、モンキーバナナ。
トンシオモンキーバナナっていうグループは残しつつ、この子をとりあえず生かそうで歌唱力がすごいある。なるほど。このヨネちゃんの他にもですね、モンスターキャッツ、はい、この5人の子たちはこのエレナちゃんよりちょっとお姉さんグループ。あーはーはー。何歳ぐらいなんですか。一番上の子が19歳で、あ、もう、はい、じゃあもう卒業されて19で、19、そうそう、去年卒業したことを今年卒業した、とあとはまだ中学校1年生。あ、じゃあもう結構幅広いですね。結構幅広いです。活動の拠点はライブ会場とかっていうのは音歌で、基本的には音歌のイベントとかにも出たりするんですけど、最近去年ぐらいからちょいちょい、去年おととしぐらいからちょいちょい福岡のイベントとか呼んでもらえるようになって、なんかそのライブハウスとかはほとんどないんですけど、外であるフリーイベントのやつとかに呼んでもらえて歌ったりとかはしています。でも楽曲とかほとんど作ったりもしてるのか。じゃあ楽曲はもう僕が全部作詞作曲やってます。結構なんか若々しい詩とかもありますよね。はい、それはもうなんかその年代の子たちの気持ちになってこうなんかこうインタビューしたりするんですか。歌詞、あ、なんか歌詞はたまにななんこういう時なんて言うとそうか、楽曲全楽曲作ってるんですね。ほらみんなほら産んできましたよ、パチパチパチよって。どんどんね楽曲もリリースとかしていったりする予定ということなんでね、今後も注目していただきたいなと思います。小太郎くん自身は今後はどういう風な活動を、はい、今年はそろそろ自分の曲を作りたいなっていうのを毎年多分言ってるんですよ。ねえ、ということで今日はもうね、丸々とこう、小太郎さんの、音楽の経歴、そして今ね、やってるこうスプラットプロダクションのここなんかを紹介させていただいたんですけれども、どうですか、これ YouTube とか番組出てみて。なんかちょっとライブとは違った緊張感だけど、なんか別にそこまでなんかかしこまる必要はないんで、なんか、うん、コンプライアンスに引っかかるような言葉とかに、うんうんうん、そこまで気を使わなくてもいいじゃないですか。確かに確かに、ね、そこまで。ね、僕の方のチャンネルではですね、今止めてるんですけど、投稿してたギターソロの投稿なんか毎日毎日アップしてます。これもですね、やっぱり本数重ねるとこういうのってね、ヒットしてくるんですね。例えば、ウルフですね。なんか、粗品さんが借金代用を通ったしてるだってしてます、ね、なんか、あれがちょっとバズってるんですか。あれから関連動画で引っ張られてる。ボンって伸びたりしてるんですか。何が来るか分からないですね。何が分からないですね。まだまだ弱小なんですけども、皆さんも注目していただきたいなと思うんですけども、あ、粗品さんの見た。ああ、やっぱ見て、僕も見ましたね。意外とギター弾けるやんと思って。この今僕がアップしてるやつは、そのトレンドとか全く気にせず、弾きたやつ見てたんですけど、今こう、ストックが溜まって、まだあと40ぐらいあるんで、それがアップし終えてからは、もう自身も監視したこと。こうなんかこう流行りに乗っかるようなことも挑戦してみようかなと思ってね、じゃあぜひチェックしていただけたらなと思います。ということで、もう今日はもうまるまる1時間ですね、本日のゲストは孝太郎さんに、来ていただいて、1時間放送させていただきました。また次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そうですね。チャラいですよ。年相応のギャスティーみたい。どんどん脱していく、どんどん脱していくっていう。